レイジョジェットのブラティスラバ行ウィーンバスターミナルは、ウィーン市に行レオポルトシタットオリンピア広場にある、ショッピングセンター、シュタディオンセンター内にある、バス駅である。当駅は、ゲジュビントルコンツェルンに属するオーストリア旅客、輸送会社が運営する。付近には、フェリドシカ屋内競技場、エルンストハッペル競技場などがあり、地下鉄2号線の競技場駅が、最寄り駅となる。 地下鉄2号線の競技場駅までの延伸と引き換えに、並走するウィーン市電21系統が2008年に廃止され、その旧起動時期には、タクシー、バス専用レーン、スタジアムセンターのバス待機場を設置した。2013年7月にはバス駅を拡張し、現在では、欧州の長距離バスの輸送の拠点として機能している。また、長距離バス路線以外にも、 空港連絡バスなどの路線バスの一部も乗り入れている。バス駅には長さ15メートルの8つの乗降場所があり、バス駅の約半分を占める。残りの半分はバス待機場となっており、合計30台分の停車スペースがある。当駅周辺には地下鉄2号線と路線バス 11A、77A 系統の停留所がある。 また、ウィーンの他のバスターミナルとしては、2007年完成の、ウィーン国際バスターミナル、南チロル広場の長距離、バスターミナルがある。このため、ウィーンスタディオンセンターバスターミナルと記される時がある。ありがとうございます。